に干渉の森安ジャパン、みんなの本音が満場一致。三笘に二人つけると滝がすくしたまに二人つけてようが三笘が突破してくる。相手は死ぬ。全然うまくボール回ってないんだけど三笘が全自動でチャンス作ってくれるわ。この感覚懐かしい。戦術三笘。アジアレベルだと三笘止められる選手おらんのちゃうか。もう三笘ってアジアレベルになると止めれるやつおらんな。三笘と久保がもうレベチ。相変わらず日本は中盤とウイングが点取るな。センターフォワードほんまどうにかしてくれ。上田は背負えてたしチャンスに絡んでたから悪くはなかった。小川は時間短いからわからん。他のポジションと比べると役不足感はあるな。日本は昔はミッドフィルダーにしかいい選手いなかったけど、サイドアタッカーやディフェンスにもいい選手増えたよな。あとはセンターフォワード、上田や小川はもうちょい頑張ってほしい。最終予選でここまで圧倒的な試合はここ20年なかったのでは。もうアジアで日本と当たるチームは罰ゲームやろ。日本が強すぎるのとワールドカップのレギュレーション変更で最終予選の緊迫感全くなくなったの少し寂しいな。他国が渋い試合している中、日本だけがアジアの中でも欧州レベルよ。このレベルのアジアで 8.5 カ国も枠与えんなよ。日本の目標、怪我しないこと。